やべえ、遅刻遅刻。あんたご飯はどうすんの？後で LINE で送っといて。みんな聞いてくれ、俺の名前は花尾。現役時代に A 判定で名古屋大学を送れも確率点化式の問題で見事につまずき、しかも選挙一本だったから浪人という選択肢を余計なくされてしまった。そう、花尾。さらに浪人時代にニコニコ動画にて僕らの巷で通った動画を投稿して再生数200くらいなのに、米なんか全部市販米しかなかった黒歴史を持つあの花尾。そう、大学デビューを果たすべく入学前から必死に歴史で友達申請を送って希薄なつながりを追い求めてきた悲しき人間の末路のあの花尾。そう、入学後闇の高校時代を払拭するかのようにクラスで誰よりも髪の毛の色が明るかったあの花尾。そんな彼がなんとこの度 YouTube デビュー。嘘か誠か真書きか、あの頃の甘つめ気持ちをもう一度。奇想天外純愛学園ラブコメディ花の隅っこ、絶対登録してね。